あのまあポジティブにねものを考えたいっていう方はいらっしゃると思うんですけどそのポジティブであるってことはどういうことかっていうとですね、えー、結局そのんと、まあ、脳の扁桃体っていうねあのこの辺りにある、えー、その、まあ、感情の中枢があるんですけどもその脳の扁桃体の活動と関係していてでその扁桃体と前扇桃体をの常にその向き合いながら、まあ他の領域も関係しながらバランスとってるんですけどもネガティブな感情っていうのは避けられないわけですよ。 不安とか恐怖っていうのは一番最初に生まれてくる感情でもあるんで赤ちゃんこのように生まれてきますよねそうすると、えー、当然不安ですよねだから泣くと新しい環境に来たわけですからでもそれを乗り越えて希望とか生まれてくるわけでまあそのポジティブ心理学の創始者たちももともとその心理学っていうのはネガティブな感情の動きっていうのを意外と研究してたとこがあるんですね特に臨床心理学は、えー、ここのバランスが えー、崩れてしまった時にどうするかってことを中心に考えてきたところあるんですけども、えー、でもその、えー、とネガティブな感情も含めて、えー、ポジティブな感情が生まれてくるというところに脳のエコロジーがあるわけですよその、えー、生態系みたいなものがねだからそのネガティブな感情とポジティブな感情は無関係ではなくて非常に深く関係してるんですねもっと言うと強いて言う,うならばネガティブな感情があるからこそポジティブな感情も生まれてくるわけです。だからねあのー 無菌状態でではないんですよそのなんかポジティブな考え方っていうのはネガティブな考え方が全く生まれてはいけないんだっていうふうに考えるとこれはもう間違ってるんですそうじゃなくてネガティブな感情が時々起こるからこそポジティブな感情も生まれるって脳のそのレジリエンスっていうんですねその強靭さ、えー、跳ね返りができることこれが人間の脳の素晴らしいところなんでぜひ皆さんも例えばネガティブな感情が生まれたとしてもそれを受け入れていただきたい。 そのことによって、かえってポジティブな感情も生まれやすい、そういう脳環境を作ることができると思います。